し、じゃあ今日やるやつの授業単書いていくぞ。しっかりメモれよ。私の隣の席の関君は授業中いつも何かして遊んでいる。続いてアクト、行動する。エビデンス。関君、教科書くらい出しといた方がいいよ。で続いてゲルティ。そうそう、よかった、今日は真面目に。はい、次だね。バケツ。砂。平気な顔して机に何砂を持っちゃってるの。メイクは強制的に。顔だけ見たらすごく真面目に見えるけど砂はダメでしょう。っていうか量が多いって。ダメだよこんなに。授業中に机で砂遊び、それはどう考えてもまずいでしょう。せめて体育の時間にすればいいのに。英語の授業中に砂遊びなんて無茶よ。前田くん、その背中で先生からうまいこと隠していて。山？砂で山なんか作って何が楽しいのかしら。授業中にやること、授業中にやることの範疇超えちゃってるよ。おとなしく勉強してくれないかな。何その不満そうな顔。そりゃこぼれるでしょ、砂なんだから。関君が動いた。シュシュシュ。霧吹き？確かに水分で固めれば崩れにくくなるけど。それ反則じゃないの？こんなの棒倒しって言えるの？本当にこれでいいの？これがどんな遊びなのかよく分かってないけど。イライラする。男らしく一気にやってくれないかな。もう削るの削らないの。隣の関君。
Question number three. Why is it hard to live in the desert? Why is it hard to live in the desert? Okay, じゃあ次はレッスン4。まあ、この写真を見てね、あの質問書かれてるんだけど、これをみんなで読んでいきましょう。Repeat after me. What is the name of this desert?What is the name of this desert? 細っ！本当にあれ砂だけでできてるの？棒倒しっていうか棒全体的に棒状になっちゃってるし、どうやって立ってるの？まだ何かするの？無理だよ関くん、それ以上触らない方がいいってば。もうそれで完成でいいよ。何が完成かよくわかんないけど。何？何をするつもりなの？なんか領土問題みたいになっちゃった。なんて危ういバランスなの。振動を起こして壊しでもしたら怒られそう。気をつけなくちゃ。もうなんで私がこんな心配しなくちゃいけないの。ダメ、前田くん、動かないで。前田くんに頼む弱れはないけど。次のページの練習問題やっていくぞ。問い1。じゃあこの問題を関、やってみよう。関どうした？早くしろ。まずい、これはまずいわ。関くんは授業を全く聞いていないということよりも問題なのは、関くんは今立てない。なぜなら椅子を引くと振動で棒が危ないから。慎重に行くつもりね。けどダメ、ちょっとでも動いたら倒れてしまう。細いんだから棒は。分かんなかったらもういい。代わりに動い。はい。 I made him clean my room。 はい、いいですね。 I made him clean my room。 勉強はしてない方が悪い。悪い。懲りないわね。あ、これは。棒を支えてる。砂で作ったの？守られてる。よくできてるな。砂じゃないもので作ればいいのに。
私悪くないでしょ。悪くないよ。